チスは、広瀬忠の SF 小説。第65回、直木賞に押され、柴良太郎に絶賛されたが、受賞には至らなかった。この期の直木賞は、該当作品なしである。表題のチスとは、恩命、解明表記のことであり、英派のい、e。いつみのりこという女性が、精神疾患専門医の秋葉に、耳鳴りの相談を持ちかける。いつみが、 神奈川県市市の特定の場所に行くと、ごく小さい一定の音が聞こえるというのだ。いつみには絶対音感があり、その音は二点英波音、すなわち、チス音とのことだった。秋葉は自分には聞こえなかったが、聴覚に敏感な患者で試験してみたところ、確かに聞こえるという。秋葉は音響学の専門である日比野教授に相談した。日比野教授は、 シス音の調査を代々的に行い、テレビの情報番組を通じて、シス音が聞こえる人を募集したところ、大勢の人が名乗り出てきた。シス音が聞こえるという人は、火を追って増えていき、やがて首都圏全体に広まっていく。アメリカ西海岸でも、音階の異なるフィス音が聞こえてきたという情報も流れてくる。日比野教授は自身で開発した。 シス音測定装置による観測記録からシスンは次第に大きくなっているのではないかという仮説を立てその危険性を世間に訴えたついには政府によって首都圏全域の住民に避難指示が出るまでに事態は発展する避難が済んだ首都圏に残るのは警察、消防各官庁の代表からなる約2000名の留守部隊しかしシス騒動は あっけなく収束を迎えた。留守部隊に残った聴覚障害者の榊英集は同性相手であり同じく留守部隊に残っていたダイアン・イナダが、ある日、シスオン対策用の耳栓をせずに外出していたことに気づく、慌ててダイアンの耳に指を入れる榊だったが、おかしなことに気づいた。測定上では、シスオンは鼓膜を破壊する大音量になっていたはずだったのだ。しかし、 ダイアンには何事もない。日々の教授が残していた地図測定装置を詳しく調べてみると、でたらめな装置だった。地図騒動前の日常が戻り、秋葉は榊に告白した。秋葉自身には最初から最後まで地図が聞こえなかった。地図音騒動とは、日々の教授、あるいは他の何者かによって仕組まれた集団現象だったのではないかと オール読み物1971年10月号に掲載された直木賞の選考委員による選票の概要は以下の通りありがとうございます。